第7レース1着になりました稲川選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は的場選手に任せるレースになりましたけども、作戦などはどういうふうに考えてますでしょうか。まあ、作戦はもう本当にざっくり、まあ、的場君が走りやすいようにっていう作戦しかなかったんですけど、まあ、信頼してそれぞれの役割を、まあ、果たせばっていうぐらいしか考えてなかったですね。ちょっと根田選手を突っ張るようなところもあって、うん、入りましたけども、あのあたりっていうのはついててどういうふうに思ってましたでしょうか。まあ、嫌なタイミングで来られたなって思ったんで、まあ、その辺の判断をどうするか後ろで見てたんですけど、まあ、本当はこう突っ張りたかったと思うんですけど、やっぱり的場君の今の、ね、現状の、まあ、期待される、意識とがちょっとうまく噛み合わなかったのかなっていう、うん、まあ、後ろから見ててもどかしい感じでしたね。うん、あの最後の味覚のあたりの打ち行かれました、あのあたりっていうのもそういうふうに、まあ、絶対最後まで諦めないと思ってますし、まあ、僕も本当に最後まで、連結外さないつもりで走ってましたけど、まあ、やっぱり、ね、岡村さんに締められた時点で3人ね、潰れてしまうのはと思って、まあ、心苦しかったですけど前に行かせてもらいました。最後は和田選手の牽制してる内を行って伸びましたけども、うん、あなたりの判断っていうのは。そうですね、まあ、本当にとっさの判断ですけど、まあ、和田さんもしっかりした選手ですし、後ろから来た選手は、まあ、絶対ブロックしに行く選手なので、まあ、逆にこう自分にチャンスができたっていう感じですか。最後の伸びは私の感覚的にはどうですか。まあ、一番足使わないところ走ったんで、僕自身は特にし、ね、しんどいレースにはならなかったですけど、はい、まあ、あれを、ね、外をまくれるぐらいの脚力をつけないと、まあ、決勝には上がれないでしょうし、まあ、まだまだなのかなって思いました。まだ稲川さんが決勝で走る姿を見たいファンも多いと思うんで。そうですね、まあ、僕も走りたいと、まあ、走るつもりなので、まあ、一歩一歩頑張ります。わかりました。では、明日以降への意気込みを最後にお願いします。はい、まあ、近況良くないですけども、しっかり気持ちだけは持って走りたいと思いますので、またお願いします。